この年プロ野球にはとてつもない才能を持った怪物が生まれた。この男はたった一人で日本球界の歴史を動かした。彼の引退とともにプロ野球の一時代が終わりを告げる。だからこそ今振り返る松坂大輔奇跡のストーリー。